ルのフリーキックであります。中島さん、またこのプレーの後でちょっと伝えてください。さあフィオレンティーナがこの位置、ちょっとガンバ怖いですね、はい、ここはね、いい位置ですよね、はい、さあ壁を2枚作ります。ファーサイドに2回行きましたから、そうですね、今度はひょっとしたらマイクかもしれないですよ。さあバティは中央、さあ向こう側から走り込んだ、キーパー本並出ました。そうですね、これチャンスですよね。そうですね、さあカウンターアタックであります。ああしかしこれは逆に奪われた、逆にボールを奪われた、うん、これも正確なセンタリングではありません。バティス・スータには通りません。お互いにちょっとミスが目立っています。フィオレンティーナのファールがありました。これも奪われましたね。ちょっと近藤に通りません、はい、ちょっとお互いにパスミスが目立っています。さあルイコスタ、ルイコスタ抜いていって左に送った、ジュンタ中央からバティス・スータが行った、届かない、逆サイド、決まった、テデスコですね、鮮やかなボレーシュート、7番のテデスコ、ダイレクトボレーシュートが決まりました。これはすごい、見事なボレーであります。前半の22分、バティがヘッドが届かなくて、ルイコスタのパスですよね、ジュンタのセンタリング、はい、文句なしですね。これはもう本当にインサイドでミートしただけですよね。いや今のはねもう本当にインステップで、インステップですかね、インステップですね、インステップですね、はい、インステップでもう、はい、思いっきり蹴り込みましたよね。見事なテレスコの同点ゴールであります、はい、インターナショナルの本当のワールドクラスのシュートですよね、はい、そうですね。